ようこそ海と陸が出会い新しい大地が生まれる最前線室戸ジオパークへ。博士、ジオパークって何ですか？何ですか？ジオパークというのはじゃな、つまり室戸の地質遺産とともに室戸を丸ごと楽しむ場所ということじゃ。キラ君、分かった？よしよし、では一緒に室戸ジオパークの秘密を探しに行こう。うん、行こう行こう。おいおい、わしを置いていくんじゃない。まずここで付加体というものを見てもらおうか。博士、最初から難しい。そうだな、まあ簡単に言うと地球のプレート、つまり地球の表面の層はすごい力でいつも動いているということじゃ。2500万年前日本列島ができ始めるのじゃが、それまでは海だったのじゃ。室戸もなかったんですか？そう、何にもなかった。そして砂と泥の地層がぐぐぐっと持ち上げられてきたんじゃ。その地層がこれ。どうじゃ、この岩地層に見えるじゃろ。よく見ると砂と泥が順序よく並んでいるのが見える。これは台風や地震による土石流が海底に降り積もったものなんじゃ。何回も繰り返しているのは地震ですか？博士、怖いです。確かに地震は怖い。しかしな、室戸海岸の大地はその地震で盛り上がってできたんじゃ。地震怖いけどすごいね、ダン君。ちょっと驚いた。でもこうやってできた大地に人々が住んでいるんじゃ。この塀も特徴があるじゃろう。博士、石でできていますよ。よく気がついたな。これは石黒と言うんじゃ。石は河原や海岸から拾ってきたもので、台風から家を守るために使われているんじゃよ。お遍路さんが明朝炭の焼き方を教えてくれたのが始まりだそうで、ここで明朝炭の生産が始まって、ここが華やかに賑やかに商売始めたのは明治時代から大正ですね。ここの吉良川の町は重要伝統的建造物群保存地区というのに選定されまして、それも室戸のこの台風どころの土地ですので、こういうふうに漆喰壁と水切り瓦、それからまあナマコ壁と石黒というのが特徴になっております。それでまあ、地元の人たちがみんな頑張って生活しながら家を守っているというのが大きな特徴かと思います。博士、こっちはお祭り。室戸のこうした伝統文化も室戸ジオパークの大切な遺産じゃ。